はいどうも、ルーでございます。ラグリッサーモバイルやっていきたいと思います。はい、現在ね、ランク41になりまして、だいぶ様変わりしましたね。レオンは一生懸命育ててるんで、そのまま装備もね、最大級のものを装備させて頑張ってる状態ですね。突破もそろそろ、あともうちょっとか。で、SSR の装備を2つ、3つ装備してっていう感じですね。で、ベルンハルトをとうとうディハルトを超えたっていうところですね。これもでかい。やっぱ新しいキャラの方が能力高くなりやすいですね。で、クラスもロイヤルナイトに変化しました。でも同じロイヤルナイトでも、やっぱり覚える技が違うんで、パッシブが違うんで、やっぱりちょっと面白いですね。で、ベルンハルト。で、今は、兵種を、聖域兵に変えて、やってますね。で、聖域兵にしとけば、ベルンハルトを歩兵で、聖域兵で、歩兵に強くて、ベルンハルトは槍兵に強いってなるんで、結構ね、そこら辺重宝してますね。で、シェルファニール、マジ強。ビビりましたね、これは。装備もまだまだなんですけど、ゴーストフードエンチャントしてない。ないのかな？使っちゃったのかな？俺。魔術。あったあった。魔術だよな。あったあった。生きてくれじゃねえ。で、これでまたさらにね、戦力強化ができるので。魔防知力 OK。 突破はできるね。しとくか。で、ゴーストフードの鍛錬を行い、これ以上素材を増やすことはできません。あ、そっかそっか。一括強化だった。いつも迷うのが、ここら辺なんですよね。レアのやつも、合わせちゃった方がいいのか、すごい悩んでますね。これで1700超えましたね。だいぶ強くなったパーティー。ただシェルファニールは回復が使えないですよね。別に考えないといけないんだよね。ただ、このままプリンセス行けば、プリンセス同盟の能力を上げられるっていうのがあるんでね。これは魅力的だよね。プリンセス同盟で、やっぱり強いキャラ結構いるんで。フレア。なんでためにはまだいるプリンセス同盟のキャラを育てる必要はあるんだよね。ソニアもそうか。ソニアも
からな。ジェシカは今は、ベルンハルトで帝国の、維新だっけ力かこれで、やってるんで今は帝国の力でなんとか押していきたいなーってとこなんですけどね。まだランスとかレベル上げられてないんでランスとか上げられれば結構いいのかもしれないですけどね。でもアルテミラーが欲しいね。バルガスとか。まあそんなところでございます。で、ランキングは、今回のことで、だいぶ上がりましたね。もうみんな強すぎ。で、で、今重きに置いてるのは、連兵ですね。今日飛行水連訓練場来てるんで、これをなんとかぐるぐる回して、レベル10を目標にちょっとやりたいなと思ってます。で、レベル12になんないと天使手に入らないんで、まあ早くこの天使を手に入れたいところですけど、まあ少しずつやって、時空の裂け目を少しずつ進めてって感じですかね。まずはもうほんと上げられるだけ上げて、やっていかなきゃなーってところ。でございます。皆さんはどんな感じですかね？どういう順番でやってるんですかね？俺は、まあ、秘境で、まあ、兄貴のジムでできるだけ陛下のレベル上げて、で、もうだいぶレベルに関しては追いついてきてるから、その後は、連兵やって、絆やってって感じですかね。お、アップできる。え、これも一本釣りがいいよね。下手にまんべんなくやろうとするとなかなか能力上がんないしね。本当に感謝するぞ。すげえ覚えんな。運命の扉もだいぶ開いたな。みんなはどうやってやってんだろう。で、13にすると次のやつがオープンするから、あなたといると多くのことを学べます。で、運命の扉もね、全員が開いてるわけじゃないから、まあこんな感じで。で、毎日1回ずつやった方がいいっすね。破片が手に入るんで。破片が手に入れば限界突破もできるしね。これ忘れずにって感じですよね。こんなとこかな。だから俺は、ストーリーを後回しにして、まあ、20章までやってるんですけど、ストーリー後回しにして、ひたすら鍛えてますね。やっぱりこのワールドのやつ難しくないですか？めんどくさくないですか？なんで俺よりレベル高いの？みたいな。で、フレンド募集してます。一応今んところは、みんな毎日ログインしてる方なんですけど、あと17人募集してます。よっ。よいしょ。フレンド ID どこだっけ？
確かルールで検索するとすげえいっぱい出ちゃうんだよな。確かそうだよ、ルールで検索するといっぱい出ちゃうんだよね。あ、シェット、あれ、どうしたらよかったかな。自分からフレンド申請したことないからちょっとよくわかんないんだけど、であとはね、旅団ね、おすすめの旅団があったらちょっと教えてほしいですね。マルチとか今全然やれてないんで、なんか時間合わせてマルチやったりとかできたら嬉しいですね。で、今日は、ま、こんな感じで、終了したいんですけれども、まあ、次回は、シェルファニールのね、使用感だったりとかを、試していきたいなと思いますので、そちらご期待ください。どこだっけ？まあいいや、ルーです。アカウントはこれ長はい、というわけでね、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。まあ俺的にはシェルファニールは引くのはありだと思います。でアンジェリナのセットもいると、こっから幅が広がると思うんで、まあ、あわよくば両方狙う。で、俺がシェルファニール持ってるんで、アンジェリナでもいいかもしれないです。うん、一緒にプレイするってことを考えたら、まあ、その方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。はい。プロフィール。もしよろしければね、一緒にやっていただけたらなと思っております。ご視聴どうもありがとうございました。ルーでございました。またねー。バイバイ。